皆さんこんにちは、朝なぎコンサルティングの司法書士の加山真理乃でございます。今日はですね、産経、ニュースで、ご紹介されていた、弁護士と、司法書士のですね、紹介料問題について皆さんにちょっとご紹介をしたいというふうに思っております。で紹介料問題とちょっとここに書いたんですけれども、今ですね、弁護士会そして司法書士会で、問題となっている、実は事件がございます。で司法書士はですね、皆さんご存知の通りですね、140万円以下の、簡易裁判所に、でのですね、訴訟をすることができます。逆に言うと140万を超えるものというものは、弁護士さんでないとできないわけなんですけれども、今回の問題となったのが、依頼者の方が、とある司法書士法人に、依頼をしたんですね。でこれは俗に言う、いわゆる過払いとか、債務整理のお話になります。で依頼者が、司法書士法人に依頼した際に、この総額がですね、140万円以上であることが判明したため、司法書士法人は、受任をすることができないため、弁護士法人、ベリーベストさんに、仕事を投げます。で、ベリーベストさんといえば、弁護士 YouTuber の久保田先生が、いらっしゃるところで、業界でもですね、ものすごく、でかい有名な、弁護士法人です。で、司法書士法人は140万超えているので受任できないので、ベリーベストさんに、仕事を投げるんですが、その際ですね、ベリーベストさんは、その対価として19万8000円を1件あたり支払っていたというような、話になっております。で、司法書士法人がベリーベストさんに、業務をですね、渡す際に、ここで、140万円以上かどうかっていうのを、計算をしたりとかするわけですね。なのでここで、作成した計算書であったりとか、途中まで作ったものをこれを全て一切合切ベリーベストさんに引き継ぐというか、こう渡していくわけですね。とか、あと裁判資料を、司法書士法人の方でもう作成してしまって、ベリーベストに渡していくということで、それに対する対価なんだということをベリーベストさんは主張している。いわゆる業務委託料なんだということをベリーベストさんは主張しております。でしかしですね、弁護士、公金委員会の方はですね、それはどうなんだということで、懲戒委員会の方に、委ねたいということを言っております。で懲戒委員会はこれからですね、9月27日に、開かれる予定となっておりますが、一体全体ね、どうなるのかというのが気になっております。で司法で、幹事の司法書士会の方はですね、これは、いわゆる非弁提携にはならないということを言っております。で非弁提携というのはですね、弁護士でないもの、がですね、いわゆる弁護士でしかこの140万を超える事件はやっちゃいけないわけですから、それ、がですね、受けたものに対して、紹介料を払ったりとか、とか、いわゆる、ね、業務の斡旋を受けたらいけないと。でそれに対する対価も払っちゃいけませんよというのを弁護士法で規定しております。でそれに当たるんじゃないかというようなことを言っておりますが、この紹介料の支払いがですね、紹介料、ごめんなさい、この19万8000円がいわゆるこれのこの司法書士法人から140万以上超えるいわゆる弁護士しかできないものを受けた、斡旋を受けたことに対する、これが紹介料なんじゃないかと、この19万8000円が、それが問題となっております。で、ベリーベストさんは業務委託料ですよということを言っているんですけれども、私がですね、気になったのは、これがですね、もし紹介料というか、これが紹介料と認定されてもしダメということであればですね、この仕事はですね、司法書士に来たこの仕事というのは、じゃあただで弁護士に出していかなきゃいけないのかというような問題になりますよね。ここってなると、司法書士側としてはですね、ちょっとそれはどうなのかというふうな問題にもなってきますし、ここがね、不当に高いかっていう、高い安いの問題も多分あると思うんですけれども、一件19万8000円というのは、別に高くはないのかなというような気もしておりますし、司法書士会も同じ意見を持っているそうです。で、司法書士会は紹介料と認められるだけの資料もないということで、これは OK だというふうに言ってますが、弁護士会がどのような判断をするのかというのが、今後注目となっております。でとにかくですね、この紹介料問題というのは、資料はですね、横のつながり、横のね、いろんな資料と付き合っていく上でですね、どうしても出てくる問題となっております。で例えば税理士の先生と一緒に仕事をやる上でですね、
こう例えば戸籍は、ね、全て税理士の先生に揃えてもらったとなればですね、それを業務委託料として、生産をするのかどうか、でそれがねまた紹介料って言われるから、あまりにも怖くてできないと、じゃあそれはね、1円も払えませんとなって、いくのかとか、まあ、こういったのは 各自に今、まあ、自分たちの判断で委ねられているところではあるんですけれども、各事業によってですね、それを良しとする事業とダメとする事業がある以上ですね、この問題というのは、まあ、こういった複雑な、ね、弁護士と司法書士、司法書士と税理士、まあ、税理士と、まあ、弁護士とかっていう問題はずっと絡んでくると思います。なのでね、ここはやっぱりあのルール作りっていうのをもうとにかくね、事業はね徹底した方がいいと私は、思っております。とにかくね、140万を超える事件、でね、まあ、司法書士はちょっと弁護士とね、この140万の関西代理権をね付与されてからちょっとバチバチすることも、あるにはあるんですけれども、ここはねやっぱりしっかりルールがね、ルール作り、ルールどうなんだということをね、ぜひねこの、まあ、9月27日開かれるんで、それをでね、はっきりさせていければいいなというふうに思っております。はい、であのキックバックっていうのもあの これとは関係ないんですけど、キックバック問題っていうのもあって、あの報酬をねもらって、報酬の中からね何割かをあのいわゆる紹介元に返すっていうのは司法書士は禁止をされております。でその、まあ、趣旨というのはですね、結局、お客さんから、たくさん報酬をもらうわけですね、12万もらって2万円をね紹介者に返すという、お客さんを紹介してくれた人に返すってなったら、本来お客さんは10万円で、できたはずのものが12万円払わされているということで、それが不当だということで、業界でキックバックというのは禁止になっているんですけれども、そういうそれが趣旨ですから、キックバックのダメな。なので、そう考えたらね、これに関してはね、全くまた全然関係ないまで言い過ぎですけど、またね全然違う問題だと思いますので、ここはねぜひね結論をね、見たいなというふうに、思っております。ということで、皆さん、司法書士、ね、数少ない司法書士問題ねあったので、またご紹介させていただきました。またねちょっとこれ結果とか出たらね、皆さん興味あるか分かりませんけれども、この動画でねご紹介したいというふうに思っております。最後まで皆さん動画ご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。